飯山駅到着です。着いたって。え、もう？ごめん、寝ちゃった。そうは言っても山降りると少し暑いわね。なんだかんだいい旅行。いたー。え、何当たり前みたいに朝帰りしてるんですか。彼女の私を差し置いて不潔です。ルカちゃん、どうしてここに。昨日の電話が怪しかったから八重森さんを問い詰めたら白状しました。それで飯山まで。何しろのワンピースなんか着てるんですか、このピッチ。誰が。ちょっと何よ。キスマークはどこ。ないわよ。違うんだよルカちゃん、俺たちもはめられて。カズヤ君は今から私ともう一泊してもらいますから。バキ、そんなの無理に決まって。無理じゃありませんよ。千鶴さんにした100倍のことしてもらうんですから。だから何もしてないって。してないわけないでしょ、二人とも大人なんだから。だからただの撮影旅行で。水原からもなんとか、はあ、私トイレ。水原。落ち着いてルカちゃん、もう一泊なんて無理に。何でですか、千鶴さんとはお泊まりまでしたのに。和也君の彼女は誰かお忘れですか。ルカちゃん、ルカちゃんだよ。だから全部八重森さんの陰謀で。それに旅費だってもうないし、俺午後からは予定が。じゃあ約束してください。8月26日今度の私の誕生日は私のお願い事、何でも聞いてくれるって。何でも。